番組からのお詫びと訂正があります。令和4年5月23日配信の回で日本テレビの深い話、この番組がまだ継続しているとお伝えしましたが終了しておりました。つまり番組はもう放送しておりません。特番関係は分かりませんがレギュラー放送は終了していたとのことです。間違いを訂正しお詫びいたします。ごめんなさい。なぜ間違えたか、番組の中で紹介した記事を見て、あの格安ユッケ事件をやらかしたことを思い出して話題として取り出したものの、番組の継続についての確認作業を怠っておりました。ひとえに不手際によるものです。今後はより一層の確認作業に心を砕いていきたいと考えております。重ねてお詫び申し上げます。ごめんなさい。